皆さんこんにちは、三蔵です。今回は海岸供養、閉岸供養についてお話をさせていただきます。家族が亡くなったからお仏壇を買うことにした、後々のことも考えてお墓を手放すことにした、そこに関係するのが海岸供養、閉岸供養ですね。名前だけは聞いたことあるけど、どういうもんかようわからへんわという人が多いんとちゃいますかな。そんな方はぜひこの動画をご覧ください。海岸供養、閉岸供養をするときにどうしたらいいかわかるようになりますよ。ご興味を持っていただけた方は画面右下にある三蔵の似顔絵アイコンを押してくださいね。チャンネル登録や高評価、コメントも励みにもなります。よろしくお願いします。では早速始めましょう。海岸供養とは、仏様やご先祖様の魂を入れる儀式です。お墓や仏壇を購入しただけではただの入れ物、ただの箱です。僧侶の読経によって仏様やご先祖様の魂が宿り、初めて手を合わせる対象になるんですよ。閉岸供養はその逆、仏様やご先祖様の魂を抜く儀式です。魂が入ったままお墓や仏壇をしまうのはもってのほかですね。魂を抜いてただの入れ物にするのが大事ですね。一般的にはこの通りなんやけどね、実は宗派によって違うこともあるんですよ。特に日本で一番信徒の多い浄土真宗、私が所属する宗派ですが、供養の捉え方が違います。今見てくださってる中にも浄土真宗の方がたくさんいらっしゃるやろから、詳しく解説していきますね。ズバリ、浄土真宗には海岸供養、閉岸供養がありません。なんでかというと、供養の概念がないからです。生きとし生けるものは南無阿弥陀仏を唱えることで往生できるからです。浄土真宗の教義では、ご先祖様は皆様徳徳往生の時に阿弥陀様に抱きかかえられて極楽浄土にいらっしゃって仏になられています。魂をこの世に留めておく必要がありません。位牌も魂がこもることはありませんので、浄土真宗ではありません。それならお墓や仏壇もいらないって。いえいえ、決してそんなことはありません。浄土真宗では仏様をお迎えする、あるいはご退出いただくという意味で儀式を行います。それが入仏法要と潜仏法要です。お墓やお仏壇を購入したら、仏様をお迎えして手放す時には仏様を手厚くお見送りするんですね。ただし同じ浄土真宗でも真宗大谷派は呼び方が少し違っています。仏様を迎える儀式をお頭し御意思と言います。この通り宗派の教えによって儀式の名称や営み方は変わります。でもね、何より大切なのは仏様への敬意と故人を偲ぶ心です。皆さんは自分の宗派をご存知ですか？これを機にじんと確認しとくとよろしいですね。でも今の時代はね、家の宗派よりも個人の宗派を大切にしたいですね。海岸供養は四十九日や一周忌、納骨式といった節目に法要や儀式と一緒に行うのが一般的です。でも新しいお墓を建てた時やお仏壇を迎えたタイミングで海岸供養だけをする場合もあります。その時は啓示、お祝い事です。他の儀式とは大きく違うところですね。せやから海岸供養のお供え物は朱色の赤いろうそくを使います。引き出物も紅白蝶結びののしに包んで渡します。お布施だって紅白水引きの祝儀袋に包むようです。ちょっと違和感あるかもしれませんけどね、墓開き、仏壇開きは仏様やご先祖様をお迎えするおめでたいことなんですね。ただ忘れてはいけないのは、他の法要と一緒に執り行うとき、すべて弔辞の形式で用意せんと飽きません。ろうそくは白、引き出物やお布施の水引きは黄色と白になります。そこだけは抑えんと飽きませんね。続きまして、海岸供養の流れを説明します。まずは僧侶に読経を依頼しましょう。菩提寺に連絡して日程や場所を決めます。お寺とのお付き合いがなければ私に行ってきてください。ごめんなさい、今のは冗談です。同じ宗派のお寺、
お墓やお仏壇を買った専門店に相談するといいと思いますね。ちなみにお仏壇の開眼供養は自宅や寺院の方で行うのが多いようですね。寺院で行うならご本尊様やいつ預けるかも決めておきましょう。次に参列者への連絡です。親戚や個人と関係の深かった方たちと連絡を取って参列者を決めたら開眼供養の日程場所を伝えましょう。最近は案内状じゃなくて電話やメールで連絡する方も増えています。1ヶ月前にお知らせして2週間前には返事をもらいましょう。ただしね、お盆やお彼岸の時は気をつけてくださいね。当日に会食を行うなら会場や料理も手配します。でも最近は会食もしないご家庭もあるようですから、最終的な人数とか事情とかいろいろ考慮して決めるのが賢明ですね。あとは当日の準備としてお供え物や引き出物、お布施も用意します。他の法要と一緒やったらね、長寿用、開眼供養のみな啓示用、どうかお忘れなきようにね。閉眼供養のタイミングは大きく分けて墓じまい、仏壇じまいの2つです。流れは開眼供養と同じですけどね、絶対に押さえとかなあかんのは家族や近親者への相談です。お墓や仏壇は誰か一人のじゃありません。先祖代々から受け継がれてきた特別なものなのです。独断で墓じまい、仏壇じまいを決めてしまいますと後々トラブルになるかもしれません。最後にしっかりお参りしたいと思ってる人もいらっしゃるかもわかりません。せやからね、周りにちゃんと相談してくださいね。そして了承を得てください。あとは当日の準備です。閉眼供養は啓示ではないので、ろうそくは白色を用意しましょう。お布施は白無地の封筒でお渡しするのが一般的です。大切なことなので覚えておいてくださいね。今回は開眼供養、閉眼供養についてお話しさせていただきました。お墓や仏壇を新しくする機会に立ち会うことってそうそうあることやないですから、いざとなったら困る人は多いでしょう。でも大丈夫、真心完結僧は開眼供養、閉眼供養の相談にも対応していますよ。特に最近はね、終活や生前整理、遺品整理、墓じまい、仏壇じまいを検討している方からたくさんのお問い合わせをいただいています。いつでも真心完結僧に相談してください。私のチャンネルの概要をご覧いただいて、ぜひお問い合わせください。これからも葬儀や仏事にまつわる知識を中心に皆様の日々の暮らしに役立つように情報を短く分かりやすく発信していきたいと思っています。この動画が少しでも参考になりましたら、右下の三蔵の似顔絵アイコンからチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。